こいつの全て入れていきます。はい、どうもセーラービールでーす。月に変わってガブ飲みよ。ということでね、今日は美少女戦士が作る麻婆納豆でございます。まあ、とにかくね、この糸がね、ヘルティー、こいつが少ないっていうところですね。そして、皆さんも美少女戦士になっていただければなっていうふうに思います。じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずですね、納豆、小粒納豆ですね、これ。あと絹豆腐が 150g、 ニンニクが1かけで、まあ、豚ひき肉がこれちょっと多すぎるんで 50g。 そして長ネギです。長ネギがね、1/3本だ、これの3分、ここら辺までね、 40g ぐらい使います。あと、他の調味料は概要欄でチェックできるんで、チェックなっていうことで。ということでですね、まず麻婆納豆を作るために、これすごい酒に合うんで、もう酒を飲んどいてください。そしてその酒の勢いでガッツリ食えるね。で、お酒飲めない方はウーロン茶を飲んどいてください。そしてそう言ってる間に続々と食材が解体されております。これはニンニクを切っております。はい、でニンニクをみじん切りします。長ネギをみじん切りします。大体ね、 40g ぐらい、長ネギの切り方なんですけども、僕はね、こうやって、これがね、僕はね、一番ね、切れると思うんですよね、細かにね。で、ここね、つながってるんですよ。ここつなげる前に真ん中切るんですよね。そうするとばらけない。で、最後の真ん中、じゃあどうするかっていうと、最後に切りゃいいんですよ、こうやって。はい。で、こうやって切るじゃないですか。これね、めっちゃ細かく切れるんですよ、これ。で、切れてないとこまで行ったら、またこれはね、こうやってね、切ってあげればいいから。ほら、あっという間にね、みじん切りができちゃう。このやり方、僕は一番おすすめです。下ごしらえはもうこれにて終了。ごま油ですね。小さじ2杯。はい、1杯。2杯ぐらいですね。はい、で、火にかけます。そしたら、豚ひき肉ですね。50g ぐらいでいいです。今回はほんと1人分なので。ここに軽く塩と胡椒をぶつけます。で、中火で炒めましょう。やっぱね、ごま油で焼くとね、いい匂いするよね、ほんとね。今回ね、50g ですぐね、パリッとできます。そしたらですね、ニンニク入れてください。最初に肉をちょっと焦げ目つけてからニンニクを入れると、ニンニク焦げにくいんで。で、ここにですね、もうね、納豆、ここにね、納豆入れちゃうんですよ、実はね。で、軽く炒めます。そして、ね、絹豆腐。で、絹豆腐はね、もう包丁使うのめんどくさいんで、こんな感じでこう、一口サイズで切ってあげてくださいね。こんな感じでね。そしたらね、で、ここからね、弱火で、はい、水 80cc ですね。はい、で、味噌。お味噌はね、僕無添加のお味噌、はい、だから出汁なしのやつ使ってます。これでね、出汁入り使っちゃうとね、ちょっとね、味がね、変になっちゃうんで。で、味噌をね、大さじ半。で、今回はね、豆板醤とか使わない。で、ここで、白だしです。麻婆って言ってんのね、和風なんですよ、実はこれ。大さじ、まあ、2とちょいぐらいですね。はい、小さじです。ということでですね、で、ここにお砂糖、ね、お砂糖、ね、小さじ3分の1、もうほんの少しです。で、一味唐辛子。今回ね、豆板醤の代わりに一味唐辛子の味噌を使います。これもね、小さじ3分の1ぐらい、大体これぐらいです。でも、辛いのが好きな方はもっと入れてもいいです。で、この状態でちょっと煮ていきます。お味噌のね、とろみも加わるんでね、かなり麻婆感が出てきます。で、これは今回絹豆腐使ってるんですけども、木綿豆腐でも美味しくいただけます。これがね、まあ、またね、和風の麻婆でね、美味しいのよ、これが。で、詰めていきます。はい、ほら、どうですか、もうね、とろみついてくるんですよ、納豆のおかげで。こうやって煮詰まっていくと、こう全体的にほら、いい感じのね、麻婆的なとろみがついてくるんですよ。で、ここでさっき切った長ネギです。こいつをね、全て入れていく。これが入ると入んないとだよね。やっぱね、爽やかさが違うんで、爽やかさと香りが違うんで、これね、ぜひ入れてください。
実はね、もう完成なんですよ、ほとんど皆さん。で、最後にちょっと味見だけしてあげましょう。完璧なんじゃ。はい、そしたらね、もうね、盛り付けいきますよ。いい感じで透明がついたこの麻婆納豆、しかもね、片栗粉使ってないぞ、これ。片栗粉使ってないから糖質が少なくてヘルシーなの。納豆は日本の誇るね、完全栄養食ですからね、これね。そしたらもう仕上げでございます。小ネギですね。そして最後に麻婆だからラー油です。はい、いやいやいや、完璧にうまいもんができちゃいましたね。ということでこちら麻婆納豆の完成でございます。ではできました。食べていただきます。いただきます。はい、はいのボール。やっぱね、やっぱね、食事の時はね、じゃあ意外とね、こってりしてるんですよ、実はこれ。なのでハイボールですね、皆さん。麻婆豆腐はね、懐が深いからいろんなお酒が合うんですよ、実はこれは。ということで、いただきます。あー、なんかね、背徳感がありますね、なんかね、これね。はい、じゃあ、おー、とろみがやっぱいい感じでついてますね、この麻婆豆腐です。いただきます。これはね、たまらなく美味しいですよ、皆さん。このとろみ、片栗粉じゃないんですよ、納豆のとろみなんですよ。だからね、美味しく食べてもハッピー、栄養価も高いですしね。いや、これはマジでうまい。なので食べちゃいます。麻婆豆腐大好きなタックに。はい、じゃあどうぞ。はい、うん、あ、うまっ。いや、それ納豆だからでしょ。それ納豆だからでしょ。あ、でもちょっと結構辛めなんで。結構辛め、あのラー油と一味が入ってるから。あ、めっちゃうまい。うまいでしょ。あ、ちょっと成長したね、コメントがね。あ、でも自然な反応だった。あ、自然な反応。納豆が好きだから納豆じゃなくて、料理自体がうまいっていうふうにしてくんないと。そういうこと、そういうことで。納豆のポテンシャルがもう最大限、最大限発揮されてる。ということで、納豆好きが認める納豆麻婆。いや、でもこれはでも本当に美味しいです。ほうずきが言うんだから間違いないです、本当に。普通の麻婆豆腐より全然ヘルシーです。納豆の臭みとか匂いとかもごま油とラー油、ニンニクのおかげでですね、すごくね、抑えられてます。なのでですね、ものすごく美味しいなっておりますので、ぜひ皆さん麻婆納豆ぜひ試していただきたい。消防署なかったっけ。消防署ないね。消防署ないっす。じゃあハイボール、ハイボール。